はい、どうも皆さんこんにちは、ジェーンです。ちょっと寝起きです。はい、それはいいとして、ナチュラリウムな空間に大変なことが起こっております。何かって、これですよ、これ。ここのサトルちゃんの水槽が大変なことになっているんです。サトルちゃんの水槽、 ADA 間違いない、サトルちゃん間違いないと思うけど、わからない、この苔だもの。あれ、ナチュラリウムタイムスって苔がない水槽じゃなかったっけ？違うっけ？サトルちゃん、どうしてこうなっちゃったんだろうって思ったんだけど、前回あなたがお引っ越しした時に上の観葉植物の根っこを結構伐採したんだよね。かなり大胆に。それは切りすぎだったようだ。結果としてこれだ。中がよく見えない。いや、こういう苔が出てきて何日か経ってるんですけど、とりあえず生やしてみようと思って生やしてました、この 2,3 日ね。なんでかっていうと、ここからナチュラリウム水槽に変身してもらうからですよ。ご覧いただいた通り、苔まみれの水槽ができました。少しなんか嬉しいです。なんでかっていうと、ここからいろいろ試せるからですよ。実証してみましょう。ナチュラリウムタイムス式、植物で苔生えないようになるのかな作戦。で、今日は9月11日。今日からちょっとね、植物を植栽していこう、ドボンドボンしていこうと思ってます。で、庭に私が以前育成していたモンステラの親株が置いてあるんですよ。日光浴光合成できるようにね。でもその一部がちょっと枯れかけてたので、その枯れかけてた分をグイッと引っこ抜いて、で根っこ洗って、あとセロームだっけな、違う、フィロデンドロンザナドゥ、日本名忘れました。ザナドゥがね、いっぱい株分けを以前したんですけれども、そのやつもね、なんか数が多すぎて、ちょっと部屋に入れづらいんで、場所がなくて。なので、水槽にドボンしようと思いまして、で、今日ホームセンターに行ってきたんですよ。ホームセンターに行ったので、これは、ドボーンする植物を選ばなきゃって思ってね。今まではノータッチだったやつ、一応今まで入れてないやつで、今回ホームセンターで初めて見たやつを買ってきました。それがこの2株。こちらはアポバリスアクミナティシマ、言いにく、このちょっとシルバーの斑が入ってるのが特徴的ですね。裏は紫っぽい葉の色してます。でこれはね、税込み767円。見切り品ばっかり買っている私からしたら767円は高い。これ定価です、見切り品じゃない。綺麗な株を買いました。でこっちはね、スキンダプサスなんですよ。私スキンダプサスは厳密に言うと以前入れたことがあるので初めてではないんですけど、ちょっと種類が違うんですね。
以前入れたのは、スキンダプサスの何だったかな、名前忘れましたけど、結構繁茂したんですけど、いつの間にかポトスとかに侵食されて、今ね、すごいちっちゃい株がちょっとだけ残ってるっていう状況なんですけど、これはね、スキンダプサスのオールモストシルバー。あ、違う。オルモストシルバーっていうやつです。なんで almost なんだろう。なんでほとんどシルバーなんだろうって思いましたけど、almost って almost ってもうちょっとでシルバーになれるよみたいな感じですよね。シルバーって言っちゃってもいいと思いますけど、この色はね。こちらは税込み987円。こっちよりも高いんですね。いや、私、定価で買うことないですよ。こんな値段で。うん。でも、だから、やる気があるんです。はい。これは、まだ土に入っているので、土を落として、よく洗って根っこを切るか切らないかは、ちょっとその時に決めたいと思いますけど、まあ、ある程度切っちゃおうかな。っていう感じなんですけど、もうイメージ刷新するためにね、このアポバリスアクミナティシマとかいうやつと、オーモストシルバーを入れて、で、ここにね、ドサッともっといっぱい植物を置いていきますので、出来上がりがどうなるのか、楽しみです。ちなみに今日は My Birthday です。うん。始めましょう。OK. Let's get started. まずは、この苔落とします。水替えも一回しますね。植物の根っこが直接この苔を食べてくれるわけではないので、一旦この水きれいにします。それから植物を入れて根っこが生えて、根っこが余分な養分をいろいろ吸収して、こういう苔の水槽にならないかどうかっていうのをね、長期的に観察していきたいと思いますので、まずはスクレーパーで苔を落として、きれいな水に変えたいと思います。サトルちゃん失礼しますよ。びっしり苔生えてますね。横にもびっしり。やっぱりライトが当たるところが多いかな。はい、スクレーパーでシュッシュッシュッ。まあちょっと切れ味がね、あまりよろしくない。そろそろスクレーパーの刃を変えた方がいいのかもしれないですね。ある意味苔まみれの水槽になりました。危ないよ、サトルさん。いいかな。よし。排水します。サトルさん失礼します。これぐらいにしときましょうか。
外にあったね、流木、それをドーンと入れようと思ったんだった。サトルちゃん？はい。入るか？どん。入るかな？こっち向きならギリ入るかな？こっちだと引っかかるんで。こうやって端っこに、いや微妙な形だなこれ。ちょっと洗ってきます。たわしでささっと洗いましょう。はい、洗ってきました。水滴が垂れてる。外部フィルターが回ってない。まあいいか。まあ良くない。まあ良くない。サトルちゃん。果たしてこれは入るんでしょうか。うん。すんなりは入らないね。浮いてるやん。なんかよくわからないな、これな。方の方が自然かな。全然いっそ打ち込むというのはどうだろう。サトルちゃんどうだろう。逃げてね、逃げて。お、もしかしてこの方がいいか。おお、悪くない。くない。あ、いいかも。これ流木で水槽にぶっ刺さってます。向きを変えて、もう一個の流木がこれで、あ、いいじゃない。なんか急にジャングル感、熱帯感が出たような気がする。ここら辺の植物がね、ちょっと威力不足だったんで、ここら辺に新しく買った植物とか引っこ抜いてきたやつを植えて、サトルちゃんも5万円だといいんですけど。おお、いいじゃない。遠くから見たらこんな感じね。うん、はい。で、ついでと言っては語弊がありますが、本当はね、これはこれで取っといた方がいいのかもしれない。別のトピックとして。ですが、まあ、サブタイトルということで、エーハイム外部フィルターね、ここにあるんですけど、これがさっき水替えをしてた時に、ちょっと水が吸い込めなくなっちゃって、動かなくなったんですよ。なのでエーハイムについて設置とかね、あと内容っていうか、エーハイムの中に何が入っているのかとか、どうやって何をつけているのかとか、そういうのを知りたいというリクエストがメンバーさんからありまして、なのでちょうどこのいいタイミングというか、
で、動かなくなったので、それもやっていきたいと思います。はい。エーハイムは普段は、このね、植物の額でね、隠してるんですよ。なんでかっていうと、そんなにインテリア的に素敵ではないから。別に嫌いじゃないけどね、深緑で。で、ここに、柏葉ゴムの木のでっかいのがあるので、ちょっとどけますね。キャスターがついてるので、どいてくれます。簡単に。これです。今、問題になっているエーハイムは、このエーハイム。これです。うわ、動きませんね。これは、フィロデンドロンシルバーメタルだっけな。なんですけど、その横にあるこれ。こいつが今稼働してないんですよ。コンセントも外してます。で、エーハイムのいいところっていうのがダブルタップっていうのがついてるんですね。ダブルタップというのはこれです。これ繋いでるんですけど、ここのネジでね。で、このホースは水槽へ向かって、よくわかんないと思うけど、行くわけですよ。水槽のガラスのパイプ、これはスピンパイプじゃない、スピンパイプですね。はい。これ、綺麗じゃないけど、で、汚いのですみませんね。これにホースがつながっていて、このホースが、ここに、つながってる。で、ここネジがあって、ネジがあって、ネジがあって、これがエーハイムの排水の方につながってます。給水はというと、裏の尻尾みたいな部分ありますよね。これね。これが給水の方です。で、エーハイムのいいとこはダブルタップと言いました。これを外すと今洪水が起きます。で、メンテナンスしなきゃいけないとき、このね、エーハイムが止まっちゃったとか詰まっちゃったとか、そろそろ綺麗にする頃合いだというときに、ここを分離できるんですよ。こっちとこっち。でもそのためには、このダブルタップのこの線をね、グイッと。曲げて、ぐいっと曲げて、水流を止めなければなりません。排水の方も同様になんですが、こちらね、給水側のダブルタップです。これも同様に、カチャッ。カチャッとしっかり、しっかりとね、カチャします。OK。これで排水と給水のダブルタップの線をしたので、このネジを外すことができます。片手ではできない。あ、できた。ちょっとだけ水漏れるんで、植物にちょうどいいので水あげましょう。こんな感じですね。ネジ外しても急には何もならない。これを引っ張ってあげると、こんな感じです。これで給水のホースが連結されなくなりましたね。なので、あとはこちらの給水側のダブルタップも外して、この本体、ボディだけを持って、シンクなりなんなり洗う場所に持っていくことができるんですよね。それがエーハイムのいいとこ。はい。取れました。これでエーハイムのボディをこうやって隔離することができます。実際これね、なんか水が入っているんでめっちゃ重いです。けど、
こんな感じでホースが、連結されてたホースが外れるっていうのがね、いちいち全部持ってかなくていいっていうのがいいところです。はい。お風呂に来ました。お風呂なのでちょっと声が響くかもしれませんが、すみません。暑い。これ、エーハイムのボディを持ってきました。今手元にあるのは、プラケ。錆びたハサミ。活性炭。そして、ウールマットです。では、これを開けていきたいと思うんですが、ここの底に何かが潜んでる可能性があるんで、よくあるのはエビなんですけど、たまに魚がいるんですけどね、テトラ飼ってたんで、もしかしたらちっちゃいから吸い込まれているかもしれないんで、吸出できたら、これに入れるっていう感じで、プラケがあります。で、まず、これ、正しいやり方かどうかわかりませんよ。私がやってるやり方なんで、排水の、このダブルタップのタップ、一つのネジを、これ開放してあげると、水がちょろちょろ出ます。反対側を、排水の方もね、開放すると、ジャーッと出ますね、こんな風に。見えるかな？これで、ちょっと、排水してあげます。うん、だいぶ汚れてますね。替え時だったかもしれない。ちょっと排水したら、ここにね、クリップが、4箇所あるんで外します。外します。もうだいぶ茶色い水が出てる。でね、この頭の部分を肘が痛い。クイッと持ち上げると頭が外れます。ここにインペラが入ってるんです。インペラっていうのはぐるぐる回るモーターね。このパッキンがここにちゃんと入ってるようにしなきゃいけないんだけど、インペラも洗いますか。せっかくなので、洗うんだったらメラミンスポンジとかいるんだけど、ちょっと持ってきますね。はい。インペラ。こんな風になってますね。ここ磁石なんですけど、まあ、適当に洗います。うん、綺麗になりますね。意外と。で、この辺も綺麗にしてあげるといいそうです。このね、部品を。まあ私はね、ちゃんとやる時もあればやらない時も、あります。このインペラーがさっきの磁石のインペラーがここに入ります。これ、ね、でこのはめてこいつもさっきの棒に挟んでカチッ、これでおしまい。インペラはね。で、このボディですよ、問題は。さて、なんかいるかな？暗くて見えないな。もうちょっと排水しないと見えない。なんか、見たところいませんけどね。内容物になります。中にセットされるもの、これはぐいっと回して
に力が入らないのですね。はい、来ました。ゴミです。活性炭。これはブラックホール使ってたんですけど、最近ねちょっと安い活性炭を使うようになりました。ウールマットね、汚れてますね。で、これはエーハイムに付属していたラメマット、あとはなんていうんだっけ、このロザイ、ザルにロザイを入れて、ちょっとこの入れ物を洗いますね。こちらの露材は適当に洗うんでいいんだと思います。なんでかっていうと、バクテリアの宝庫なんで、あんまりきれいにしすぎるとバクテリアがね、せっかく定着しているのにいなくなっちゃうんで、で、戻します。あ、戻す前にアラメマットもね、蓋もちょっと洗っといて、んで、ちょっと活性炭を水を通しておきますね。それでは、この容器に露材を戻していきましょう。これはね、いつもはでかいシャベルでやってるんですけど、今ないんで。そして、アラメマットをイン。そしてね、さっき持ってきたウールマットを、大きさを考えて、適当にカット。で、インしますね。私はね。で、さっき水を通した活性炭。これはね、すごい安いやつです。うん。ブラックホールが一番いいと思います。でも、私はちょっと最近、これにシフトチェンジしてますが。まあ、綺麗になったのでいいでしょう。ほんでね、ここに水を入れておくんですよ。じゃないと再生するのが大変なので。では、シンクに戻ってきたんで、シンクでこれ浄水が出るんですよ。ハイテクなことに。こっちに回すと普通の水なんですけど、こっちは一番右は浄水なんですね。浄水の水をここにここまでたっぷり入れます。浄水器がね、隠れてます、このシンクの下に。で、ヘッド部分、頭の部分をセッティングします。セッティングします。パッキンもちゃんとついてます。受けました。はい。これで OK。あとは戻ります。チルアウトしてます。汗かくよ。やっぱり。いいね。見た目。OK。はい、エーハイムを運びます。運んで定位置に置いて、ダブルタップはちゃんと閉まってます。はい、ではダブルタップをつないでいきます。
上が排水で下が給水なんですけど、給水のはどこ行った？ここか。ネジをくるくる。はい、下は OK。じゃあ上はこちら。見えますかね。ここ。OK かな。そしたら、ここがひん曲がってるので、ちょっと位置を変えて、ここはね、水量調節らしいんですよ。まあ、真ん中でいいと思います。うん。私はいつも真ん中にしてますね。で、ホースが変にぐにゃっとなってると水が通りにくいんで、その辺は適当にして、OK。で、こっからが緊張はしないけど、フラストレーションの時間なんですよ。何かっていうと、コンセントにつなぐと、エーハイムは起動します。起動スイッチとかはないんで、オンオフとかね、ボタンないんで、コンセントに挿すとスタート。だけど、それがすんなりと水が水槽に入る。すんなりと給水するっていうかっていうと、一発でできることがないんですよ。私はね、コンセント入れて、感電しないようにね。はい。起動しました。起動したらね、さっきのインペラ部分が動くのでわかります。触ればね。今日は一発で成功してほしいんで、焦らず、ちょっとインペラがうまく動くように、こうやって念を送ってます。念を送ってどうにかなるのかって言ったらならないですけど、では一発でうまくいくことを皆さん祈ってください。今サトルちゃんがいる奥にスピンパイプがあるんですけど、そこから水が出てきたら成功です。これをきれいにするのはシンクでやるとちょっと泥がねまみれちゃうので、外でやりたいと思います。庭へレッツゴー。例のどこに蛇口があるかわかんない外の蛇口ですが、ここにあります。この辺はレモンハーブじゃない、普通のミントがいっぱい植えてあるんで、めっちゃいい匂いがするんですけどね。さて、まずはこっちから。ある程度土を落として、結構細いな。蚊がいます。これは根っこ結構細いんでカットする必要なさそうですね。一応葉っぱもね、パパパパーっと。はい。これはもうこれでいいです。これなんだ。アポバリスさんはね、次の、オルモストシルバー。これは根っこがすごい。ああ、もうこれだけでほとんど土落ちましたね。でも、
一応水を通して土がついてるんでやっぱりきれいに落としてあげて、オルモストシルバーと、一応ネームタグはね、ちゃんと持っていきましょう。はい、綺麗にしてきたアポバリスとスキンダプサスです。こっちはスキンダプサス。株が結構分かれたので、鉢植えにもしよう。アポバリス。これは1個の株なので、このまま入れましょう。綺麗ですね。うん。ほうきが映ってますけど。はい。根っこの状態は、こっちは細い根っこで、切ってもいいんですよ。どうせ生えてくるから。でも、今回は、どうしようかな。まあ、その時の気分で。こっちも切ってもいいんですけどね。長すぎる部分は切ってもいいかな。まあ、後で考えます。うちにあった、こちら、鉢植えにしてた、オキシカルジウム、フィロデンドロンですね。これも、この水槽に入れたいと思います。あと、今思ったんですけど、こちらのフィロデンドロン。こちらはフィロデンドロンバリフォリウム。バリフォリウム。バリフォリウム。日本名があるのかどうかわかんないけど、これメルカリで買ったんですけど、ちょっとね、間延びしてるし、思ってたんとちょっと違うっていうのが正直なとこなんですよ。一番大きな葉っぱがこれで、まあこう、仕立ててあげなかったのが悪いんだろうけど、でもこれも水槽に入れちゃおうかなーなんて今思ってます。なので根っこ洗ってきますね。さて、そろそろエーハイムがうまくいってもいい頃なので、だから、おっしゃ。はい。エーハイム。開通しました。これでちょっと水が落ち着くかな。綺麗になっていくかな。はい。では、私が用意した植物を植栽していきたいと思います。まずね、うちで育ててたやつから株分けしたやつ。株分けナンバーワン。ベゴニアマクラータ。これね、親株がちょっと、フォルムが、なんていうのかな、上の方が大きくなりすぎて、下の方が支えきれなくなってたんで、上の方をバシッと切っちゃったんですね。そしたら、節のとこから根っこがしっかり出てるんですよね。この辺なんかもしっかり出て、まあ、水につけてたんですけどね、今日まで。で、ここに新しい葉が出ようとしてます。ちっちゃい芽が。あっちにもこっちにもありますね。なので、これはなかなかジャングル感出るんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとインパクトありすぎな気もするんだけど、いきなりベゴニアマクラータかよっていう気もするんですが、ベゴニアマクラータが水槽に適応するのかね。そして、どんな働きをするのか、ちょっと楽しみです。とりあえずこれで。あと、モンステラがあるんですけど、モンステラね、用意してたのはもっといっぱいあるんですけど、もう1個。1株だけにします。
このちっちゃい葉っぱがついてるやつね、この見た目にもとても健康そうではないけど、光合成はしてくれるでしょうっていう程度の葉っぱがついた、こんな大きな茎。これをこのままボーンと入れたいと思います。そしたら新しい葉っぱが出てくるでしょう。根っこもね。で、これ気根なんですけど、ぐい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 と。長い気根ね。これも切っちゃおうかなって思ったけど、どうしよう。なんかジャングル感を出すには、気根っていいなって思ったんで、とりあえず置いとこうかな。後で邪魔だったら切りますね。モンステラはどっち側がいいかな？こっちに入れてみよう。この気根かっこいいですけどね。あっても。あってもいいけど、これは長すぎるやろ。水の中に入れといてもいいんだけど、こっから先は腐ってるな。ぐちっと。して。で、同じく、外で光合成してたセロームの株分けしたやつ。二つちっちゃいのね。もう水もあげなかったんで全然育ってないんですけど、これを機に水槽で活躍していただこうと思います。この辺に置いてみたらどうだろう。よし。そして家にあったフィロデンドロンバリフォリウムも根っこ洗ってきました。こちらね。シルバーの斑が綺麗なんだけど、水槽の方がいいかもしれない。この植物にはね。これはこっち側に置いてみてはどうでしょうか。バリフォリウムはこれで OK にしとこうか。こっからどう伸びてくれるか。よし。オキシカルジウムがこちらですね。鉢だとなかなか増えなかったんで、まあ、水槽の方が本領発揮してくれそうな気がします。もうすでにジャングル水槽だな。おお、だいぶ暗くなったな。これはこれでどうなんだろうっていう気がしますが。さて、ここからがメインの植物となります。私がホームセンターでこの観葉植物水槽を入。ADA 30センチキューブに入れようと思ってわざわざ買ってきた見切り品じゃない高級植物。1000円は高いよ。約1000円はね。これに頑張ってもらいたいので、とはいえ結構満員なんで奥に入れます。多分前に出てきてくれる。見てます。どうだ。ちょっとこの辺の山崎カズラがね、インパクトありすぎなんです。どうだ。ほどほどに目立っていいかな。うん。よし。じゃあ最後。これは名前がややこしいんですが、アポバリスアクミナティッシマ。この綺麗な葉っぱ。ベゴニアと並べるとちょっといい勝負しちゃいそうなので、これもこっち側にしようか。やっぱり抑えますか。流木でね。流木で抑えるのは上等手段ですから。よし、これでスキンダプサスが前に倒れてこないね。アポバリスは今根っこを浸した状態でこの高さなんで、これ、なんか水槽に入らないから自分で育てます。この株に関してはちっちゃすぎるので、なんかちっちゃい鉢に入れてあげようと思います。鉢植えで育ててみよう。そうしようっていう感じですね。ここに苔ができるかどうか、それが問題なんです。お願いします。観葉植物様。もう、境目がわかんない。はい、これが初日の姿ですね。皆さん。
この動画の続きはまたいずれね、この水槽が育っていく、まあつまり変化していってから続きをアップデートしようと思っておりますが、初日はこんな感じでできました。どうでしょう、このなんか怪しい雰囲気の中に光が差し込んでる感じがね、ミステリアス。このモンステラの気根、うわーと中に入れてみました。どういう影響があるだろうか。なんかこのぶっとい茎はベゴニアマクラータの茎ですね。スピンパイプも勢いはあんまないけど今、まあ落ち着いたらもっとボーボー出てきます、水が。どうやって使うか迷った流木もこんな感じで立体的に使用することができました。水槽の中に入ってる部分と中に入ってる部分と外に突き出している部分がありますね。で、気根の正体はこちら、モンステラですね。モンステラの葉っぱはどこ行ったかっていうと、パッと見わかんないですよね。これなんですよ。まあ、今後どうなるか。楽しみにしておきましょう。モンステラの葉っぱが増えるのかどうなのか。思いのほか目立たないスキンラプサスオルモストシルバー、オルモストシルバーはここに群生していますね。そして同時に購入したアポバリスはここ、せっかくの銀の風があんまりよくわかんないんですが、いっぱい成長してもらえばね、それもわかると思うんで頑張ってもらいましょう。こんなもんですかね、今日植えたのは。コケコケの時から比べたらだいぶ変わりましたね。いや、ワクワクします。手前に遊泳空間あるので、サトルちゃんもね、泳ぎ回ってますね。はい、皆さん最後まで見ていただきどうもありがとうございます。いかがだったでしょうか。このジャングル水槽、もともとはねコケコケ水槽だったんですけれども、たくさんの観葉植物をドボンドボンしまくって、ついでにエーハイムも綺麗になりました。
なので、どうなるかこれから観察していきたいと思います。楽しみですね。これでカビじゃないや、苔がめっちゃいっぱい発生したら笑っちゃうんだけど、これのアップデートは1ヶ月後か1ヶ月半後かわからないけど、これから先ずっとしていきたいと思いますので、ぜひぜひお見逃しなくよろしくお願いします。サトルちゃん、光を浴びて美しい。はい、テンション高いです。というわけでね、なかなかいいのができたと思っておりますが、皆様はどのように感じましたでしょうか。今日の動画でね、どこか少しでも一つのパートでもいいなと思っていただけた部分がございましたら、グッドボタンを押していただけるととても励みになります。モチベーションにつながりますので、よかったらよろしくお願いいたします。そしてコメント欄あります。コメント返事が遅くなりますがごめんなさい。ですがそれでもいいという方はぜひ残してください。仲良くね、しましょう。はい、そして最後にチャンネル登録なんですけれども、チャンネル登録まだしてないよという方、ぜひ今日していただけると、この水槽のこれからのアップデートを逃すこともないですよね。そうなんです。通知ベルボタンを押すことで新しい動画が出た際の通知が行きますので、なので動画を見逃すっていうことが減ると思います。よかったらチャンネル登録をしてください。私もハッピーになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。 Thanks for watching and bye.